21世紀の医学の、眼精疲労ですね、167ページ、表1、表2とありまして、表3、清潔視力学より見た眼精疲労の原因、まあどんなことがあるかっていうので、1番、メガネをかけてきた患者さんの場合、メガネかけてきたっていうのは目が悪いわけですから、それだけでもしかすると眼精疲労を起こしているかもしれないと。で、どんなことがあるかと、まず、レンズが合わない、ちょっと私もメガネね、よいしょ、メガネのこのレンズが合ってない場合がありますね。特に40過ぎたぐらいになると老眼出てきますから、それで、あんまりちゃんと合わせてなくて、合わないメガネを一生懸命こう見てると、メガネでね、買った時にすでに合わない、これはメガネが悪いんですね。眼眼がダメで、しかも作る加工する人がダメで、それ以前に、フレームがダメかもしれません。度が進んでいるのにそれに合わない古いメガネを使用している、これもよくありますね。特にさっき言った老眼の場合は、大体こう3回ぐらいその度が変わるみたいなことを言いますから、まあ、老眼出たなと思ったら年に1回は眼眼しなきゃダメです。それによる眼精疲労を起こしますので、レンズの汚れ、指紋のついたレンズ、ね、目が私のも綺麗ですけど、患者さんがこう治療してて、その眼鏡ちょっと汚れてますよねって言って、それで見ると眼精疲労を起こしますよって言ったらですね、眼鏡パッとこう外して、そんなことないですよって指でゴシゴシゴシっとこう、次いきますね。それから3番目、レンズの傷と破損と。レンズの傷がちょっとでもあると、どういうわけかその傷のところを気になってそこから見るんですね。ものすごく眼精疲労を起こします。私も一回ここにポンとこう石が当たって傷ついたんですけど、ものすごく眼精疲労を起こしました。破損はもうしょうがないですね。もうこれはもう買い替えてください。メガネのつるの緩みと。メガネのつるというのはこの部分ですね。この部分です。これが緩んでいると。で、これがこう開いている場合もありますけど、これはまあここペンチでこうちょっと曲げればいいんですけど、それ以前にメガネを買った時にフィッティングがされてないという場合があります。フィッティングっていうのは鼻のところにピチッと当たって、これが耳にちゃんとかかってるかどうか、見ていただくと、ここ私のこれこう曲がってますでしょ。曲がっているということはフィッティングしてるんです。私のこの位置からこの位置のちょうどいいところでこう曲げてるんですよ。そしてメガネがこうかけてこうやっても落ちないようにフィッティングをされてるんです。それでここを曲げなきゃいけないです。ほとんどの患者さんがここの部分がストレートになってるんですね。ストレートになってるっていうのはこう曲げてないわけですから、ちょっと下向いたりしたらそのズルズルっと下に落ちたりするんですね。これメガネ屋さんが悪いんですけど、フィッティングがされてない、そういうメガネをかけてきている人は結構いらっしゃる。次が鼻が低すぎるすぎるっていうのはあんまりでしょうけど、私も最初はですね、鼻が低いからこれメガネがこうずり落ちるんだなと。よくこうなんですかね、話をしててこうちょっと落ちるとこうやって上げるのが癖の人がいますよね。あれメガネこうずれてるんですね。でフィッティングがちゃんとされてるとこれ落ちません。でフィッティングの一つはこのツルを曲げるということですよね。自分のメガネまず見てください。このツルがちゃんと耳に当たるように曲げられて、こういうふうに曲げられてるかどうか。もう一つはここの鼻のこのパッドの幅、高さ、これが私の鼻にぴったり合ってるかどうか、これも問題です。パッドの角度がちゃんとここにストレスなく当たってるかどうか、うちで見眼していただいた宮下先生がこんな細長い箱に同じメガネが十何個か入ってるんですね。もうこれよく売れるんだなと思ってですね、宮下先生がこれをよく売れるんですね、これ流行りですかって、いやいや違います、これはねこの鼻のパッドの感覚がもうほんの1ミリもないですよ、コンマ何ミリぐらいで全部違う。そう、鼻のここの幅がこう違うわけですから、その人に一番いいのをこう合わせるために、こういうメガネを、
僕はその揃えてるんだというふうに言われてました。だから鼻が低すぎても、眼鏡はずれません、ほとんどずれません。まあそういうふうな眼鏡のフレームを選ばなきゃいけないですね。調整ができるフレーム、だからあの横にこうダイヤモンドが入ってるようなフレームとか、もう絶対動かせないようなフレームとかはやめた方がいいです。まあある程度まあ金属か、まあ、プラスチックでもこう変形こう調整できるようなものを選んでください。今度は眼鏡をかけてない患者さん、近視乱視、特に 40-50 代で、老眼の女性に多い。これが難しいんですよね。50過ぎてると言いやすいんですけど、40代で眼性疲労を起こしてて、こう近くにこう見せるんですね。あの僕よく見せるのはよっこいしょ、 これ見てもらうんです。これ結構こうちっちゃいですよね、文字がね。でこれこう見て見えますかって言ったら、あのいや先生もうちょっと話してくださいと、こう話してください、このくらいの方がいいですっていう風な場合は老眼なんですけど、老眼鏡はやっぱ女の人かけたくないんでしょうね。あの老いるという字が何とも自分にとってこう嫌なんですよね。でも老眼なんですよね。でそれをあの、おこの位置で見えるんだったらあなたは老眼ですねって言った途端に、信頼関係はぶっつり、切れてしまいますので、なんとかしてそのあなたは老眼になってしまってるんだねっていうのを分かっていただきたいと。まあそこはやんわりゆっくりやるんですけど、まあこれがまず一つですね。左右の瞳孔の位置の違いというのがありますけど、まあ瞳孔の位置の違いというよりは、斜視ですね。斜視とか斜視とかいうのがありますけど、まあ斜視ってのはこうこっちこう見てるから分かるんですけど、斜視っていうのはその時だけその時だけパッとこうあの目の目ん玉が動くんですね。でこれはどうやって見るかっていうと、5メーターぐらい先に離れた、まあ、うちではあそこ時計があるんですけど、それを片手でパッパッパッとこうやってこうやって見てもらうんですね。そうするとその5メーター先にある時計はピュッピュッとこう、まあちょっと横に動くぐらいだったら目ん玉横についてますから、まああるのかなと思いますけど、斜め上行ったりとか上下にこう上下にずれたりとすると、片目はここを見てるけど片目はこっち見てるような感じになるんですね。で、これ非常に眼性疲労の原因となりやすいです。それから3番目、下垂症で眼瞼下垂、まぶたがこう落ちてる人があるんですね。これも、眼性疲労の、原因にもなるんですけど、眼性疲労を起こしている人も眼瞼下垂を起こすことがあります。から自動車のフロントガラスの傷と歪み、これも浅見先生の自動車があの傷ついて大変だった、もうフロントガラス変えたっていう話聞いたんですけど、僕もあの前のトラックが弾いた石がですね、私のあのちょうどこの辺にパシッと当たって、このぐらいのちっちゃいこうひび割れができたんですね。でそれできて、その車でこう運転するとなんか疲れるんですね。でとうとうフロントガラス1枚もやり替えました。まあ5万円ぐらいかかったんですけどね。でも変えるとやっぱりあの疲れはないですね。どうしても人間そういうところがあると、そこをこう通して見たくなるんですね。浅見先生そんなこと言ってて俺は困ったよって言われてたんですけど、自分もそうなってみるとなんか気になって、そこを見てしまうんですね。表の4番、眼性疲労患者の手術の分析と、まあ、患者さんがどういうふうに言うか、目がチラ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 すると、目が開けていられない、目がかすむ、目の芯の痛みとこの目の奥が後ろ側が痛い、から眉間と鼻の根っこここが痛いとかですね、まぶたの裏側が痛い、まぶたが重たい、まぶたが痙攣する、涙がいっぱい出てくる、異物感がこうゴロゴロゴロした感じが、こう熱感カーッとした感じがある、頭が痛い、立ちくらみする、肩張る、目の奥から血が引く感じ、目にこうすぐ手が行くんですね。だから相手をこう見ようとしてもこう顔が見られないとかですね、窓っていうのはこう光が入りますから、それ見るとあーって書いてないですけど、こう蛍光灯、目の蛍光灯を見ると目がこう辛いんですね。あの今日の患者さんもそうです。あ、眼性疲労ですかねって言ったら、ちょっと上の蛍光灯見てくださいって言ったら、あーってこうやってあーってこうなるんですね。で治療した後もう、大丈夫みたいになりましたと、こうなります。168ページ行って、
男性疲労と分かるまでいかなる治療、いかなる病気として治療を受けたかと。で、主な病気としては、自律神経失調症、神経症、心身症、更年期障害、慢性胃炎、転換。医者の言葉、まあ、あんたそれは疲れだねと、神経質すぎますよと、気のせいです、胃腸が悪い、まあ、頭痛に過ぎないでしょうと、まあ、慢性的な肩こりでしょうねと。お医者さんからそれを患者さん言われますよね。そうすると自分はそれなんだというふうに、まあ、洗脳されて、治療にいらっしゃる方がいます。あの、神経質すぎますよそんなのって、私は神経質なんだからっていうふうになんかね、医者から言われたから神経質になってしまったんですねそんなバカな話じゃないんですよね。で、3番目、検査、脳波レントゲン CT 胃カメラ、などやってみたと。2番目、眼性疲労患者の症状、目が疲れる、目が痛む、前頭の痛み、こめかみの痛みはかですね、それから頭重感、片頭痛から後頭部、これもあります。この目ん玉のこう視覚収集中枢っていうのはこの辺にあって、なんかそれの関係で後頭部がいけないんですね。胃の症状、胃が重い、胃が張る、胃の膨満感、嘔気、嘔吐、食欲不振。眼性疲労があると交感神経興奮してすぐに胃の交感神経を興奮させますので、胃炎のような症状を起こします。でも原因は眼性疲労なんですね。肩こり、首のこり、全身倦怠感、イライラ感、転換、全身痙攣、血圧の上昇、前腕のしびれ、耳鳴り、まあ、こういうのがあります。眼性疲労症状の発生基準としては、目ん玉の屈折異常、眼鏡の不適切、の視覚中枢への異常刺激が首の筋肉とか肩こりを作っていると。眼鏡の不適性ってありますけど、昔はそこまでなかったんですね。眼鏡を作る人っていうのは、これ技術ですから、眼鏡は実際はそのレンズとかフレームとかは、まあ、安いと、まあ、結構その値段にしちゃえらい眼鏡で高いなって言うんですけど、それは全部技術量ですから。で、今安い眼鏡屋さんがなんとかスーパーとか、1時間待ってる間で作りますよとかですね、まあ、3,000円5,000円で作るようなメガネ屋さんもあるみたいです。それはもう材料費だけです。技術量入ってませんから、もう、機械でチャッと測ってパッと作って、もう削るのがもう適当ですよね。もう見たら、すごいのを持ってきますから。で、こうかけてると、メガネかければですね、かけてないよりも見えるんですよ。それじゃあメガネってダメなんですよね。見えてるだけですから。でもかけてれば今度はだんだん疲れてくるっていう、そういうことはあります。メガネの出来をこう調べる方法あるんですけども、このメガネはかけない方がまだいいというふうなのを結構かけてこられます。眼性疲労症状の発生基準としては、まあそういうのがあるんですけど、無理な目の使用によって、海面静脈動の血流不全で脳内の血流の不全を起こすと。首の筋肉と肩こりによって、内頚動脈とか脳底動脈が圧迫され、その圧迫のために血流不全を起こす。まあ、肩こりっていうのは首こう締めてるようなもん、首こりはですね、そういうのが起こると。で、目の無理な使用っていうのはどういうのがあるかっていうと、じゃあ目の自然な使用方法ってどういうことかっていうと、例えば物を読むんだったらこう本読むのが普通ですよね。それから何見たら一番嬉しくなるかって言うと、まあ自分の子供、赤ちゃんかなんかをこう見たら、あ、可愛いなと思ってこう目がふわっとこうなりますよね。だから、犬とか猫とか好きだったら、まあ可愛いワンコかなんかこう触りな、あ、可愛いねって言って見てるのはいいですよね。でも、この本の代わりに、例えばスマートフォンのバーッとこう光ってるものをずっと見るっていうのはすごい眼性疲労を起こします。それから、ものすごく速く動くものですね。そういうふうに人間の目ってあんまできてないです。こう走るぐらいのスピードしか体験してないわけですから。だから飛行機やなんかとか、まあ飛行機はそうだ、車ですよね。車に乗ってこう近くでハーッとスピードが出てるところを見てると、だんだんこう嫌な感じになりますよね。だから遠く見てた方がまだいいというのは、早く動いてない、動かないように見えてるからですね。
169ページに、眼精疲労の治療点というのがあります。でここにまあツボがいっぱいありますので、まあ、これやっていただければいいんですけど、まあ、代表的なのはですね、まあ溶白とかですね、まあ経絡図見ていただくと目の前にいっぱいツボありますでしょ、溶白とかその太陽とかですね、四畜空とか動詞量とか生命三畜とかですね、木相とかこう米紙あたり、これでいくと何がありますかね、髄とかですね、ちょっとこっち臨球とかですね、まあ百会とかいう百会もいいですし、まあ、米紙全般眼精疲労取れますし、あと後頭部もちょうどこの目の真後ろこの辺、まあ玉鎮が、まあ、大体その辺に当たりますので、そう言いますけど、まあ、脳腔とかこの風池とかこの辺治療してもいいですし、もっと上の症例でしたかね、この辺でも眼精疲労が取れることがあります。で頭の治療って頭の視力ってのは非常にもう絶対欠かせないですね。170ページ肩こりの治療書いてありますけど、下に、頭部の視力治療、粒視力治療で百会はもうオールマイティーに目の百会を粒視力しただけで目の見え方が良くなることもあります。でこの A 点 B 点とありますけど、これ首肩のこりと眼精疲労とか目の治療には必ずこの後頭部を治療します。で170ページの右上の方行って中のところですね。浅見先生は眼精疲労の治療として5回治療を行います。もし5回の治療で治らないときには脳内に重大な疾患が隠れていると考え、直ちに大学病院に送っていると。このようなことは眼精疲労だけではなくて他の疾患においても5回、ね、5日間5回できたら毎日5日間治療してその判断をすると、で、標語が眼精疲労の治療というのがあります。で症例いきましょうかね。4番目眼精疲労の症例、症例1、神谷62歳ですね。右の飛蚊症と肝炎があります。この目と肝臓っていうのは五臓の色彩表を見ていただくと分かるように、昔から肝臓とその目っていうのは関係が深いと言われてますね。右の視野に3個の黒い、眉状の、影が見えて気にかかると。で眼科医に見てもらうが治らない。眼精疲労の EAP っていうのは前の、まあ、壺にこう電気針、いわゆるだったらパイオネックス貼るだけでもいいですし、アルミ玉作ってアルミでペットこう貼っててもいいです。あとはもう目のこの辺からこう視力をしていただいてもいいですね。それでもいいですよ。で治療は右の F2 左の F1F6 の整形視力をやって、右の視野にあるわけですから右の後頭部の頸視、頸っていうのは頭という意味ですね。で刺すという、図部視力のことを浅見先生頸形詞とかも書いてあります。でこれは治療すると。でまとめ、171ページ右上の方のまとめですね。29回、飛蚊症肝炎ともに 90% 治って感謝されると。症例に横山さん48歳、飛蚊症と左の飛蚊症と頭のふらつきと、左目にゴミのような黒い影が2個あって、それが左右に動き気になると、同時に大きがあってふらつきもあって気分が悪いと。血圧は140の90、東京の某大学の眼科に数回治療されるが治らない、友人の紹介で来院したと。眼精疲労の治療をして左右のエッジゴイフ後の整形視力をすると、終わると目が明るくなって図中感が取れて大きがなくて気分が良いと。目の明るさですね、交感神経が働くと瞳孔がこう開きます。そうすると光の情報量が増えて明るく見えてきます。逆に副交感神経が強く働くと瞳孔がこうしぼんできますので、暗くなってなんかぼーっとなって霞んでるようになります。だからエッジゴイフの整形視力するっていうのは、その目をはっきり見せる、それから結膜炎みたいに結膜炎なんかでなんか目がぼやっとこうしてこう擦っても見えない、こんなことになるんですけど、それも取れていきます。それからさっき言いましたその例えば頭にある目のツボ、ですね、これは単形に非常に多いんですね。単形状のツボを見てみてください。で F5 というのは単形ですので、それが非常に効くと。30回使用して 80% を警戒したと。
で、しおれさん、大木さん、47歳ですね。左右の首と肩のこりで、腕と下肢のしびれが2年前より、発病して、内科の神経で MRI とかレントゲン取って、治療するが治らない。 2,3 件の医院では何でもないと言われる。眼性疲労の治療をして左右の HFO をやるとしびれ感が多少治ってきた。で、5、6回の治療で治って本人は老眼である。メガネを正しくかけるように注意したところ治りが早いと。ね、47歳、もう老眼出てもおかしくないんですよね。症例4神谷さんで60歳で、頭痛、左右の肩こりと胃の症状。10日前より発病して薬を服用するが治らない。知人の紹介で LINE する。右目の白内障で視力の減退があって、イブの傲慢感がプラス、大きもプラス。眼性疲労の治療をして左の FHF6 をやると胃の症状が治る。終わると気分が良い。6回の治療で、警戒と。症例後、片尾さんで54歳、風邪をひいたと。昨日から頭痛、肩こり、大きい、胃の不快感が強い。風邪薬を服用しても治らない。前頭部の痛みがプラスで、左右の肩こりがあって口の渇きもあります。で、左右のエッジ5をやりました。で、負荷で、左右のエッジ6、まあ風邪の治療ですよね、やっても負荷。左の FHF6、 胃が少し良くなったけど硬化、唾液が出てこないんですね。で、眼性疲労の治療をすると途端に前頭部の痛みが治って、左右の肩こりも取れて、胃の症状もさらに良くなったと。だから胃の治療でちょっと良くなったけど、眼性疲労にさらに良くなったということですね。だから眼性疲労が関わってたということです。症例6、古谷さんで54歳、左右の視神経乳頭の陥没症で、2週間前より左右の眼底痛、目のしょぼしょぼ、後頭部痛、首肩のこりを訴える。めまいなくて、大きもなくて、息切れもなくて、アレルギーもないという。某大学の眼科では治りにくいと言われると。記憶力として眼性疲労がある。家族歴はそんなのはないと。で、140-90が血圧。左右の目の上、上部、半月型の視野がないと、見えない、たまにこういう患者さんいらっしゃいますね。で、よくやります、治療は。172ページ、眼性疲労の治療をしました。首肩こりが良くなった。左右の HOF をやると明るくなって、でも眼底痛は治らない。100A の潰し楽をやりました。前頭部痛が軽くなった。なんか血流が盛んになった感じがすると。で、左右の後頭部ですね、これやると目がすっきりして眼底痛が治った。ここは目と関係が、後頭部、目のちょうど後ろ側ですね、ここの視野、まあ大体私玉鎮って言ってますけど、玉鎮あたりがいいのかもしれません。17日も治療は同じようにやって、30日、前頭、頭の痛みがちょっとあって、首肩のこりもあります。めまいはない。右の毛細血管の充血がちょっとあります。左右の HFO 整形しなくと眼性疲労の治療をしました。目および併発の症状はほとんど治り、さっぱりしたという、まあ、後頭部の視力もすると。11月25日、会社内の仕事の能力試験に一等賞を取って気分が良いと。治療は同時をやって、治療が終わると精気が出てきて頭が冴えるようになった。これですね、眼性疲労が取れると精気がこう出てくる。元気が出てくる、やる気が出てくる、よっしゃー。眼性疲労やってる時は逆ですね、もう何にもやる気ない。仕事の能率も作業能率落ちるし、で、何やったって頭も頭回らないと。で、これをこの状態でいくらどんな勉強やっても仕事やっても能率はかどらないですね。今度は6月の1日、1週間前に胃と食道が硬くなる感じがある。めまいがちょっとあって、胃の不感感大きもあります。で、治療は HFO の清潔尺と眼性疲労の治療をしました。まあ、首肩のこりがいいと。で、後頭部の試薬もしました。で、6月の10日、2日仕事を休んだらだいぶ楽になると。首肩のこりはほとんどいい。まとめ、17回、本患者は仕事の都合で月に1回または3ヶ月に1回の割で来院する。治療すると楽になるので時々来ると。某大学の外科眼科で不治と言われるが、治療すると楽になって仕事が続けられるので LINE するという。治らないなんか言うのはやめてほしいですよね。で、仕事を休むと楽になると。で、まあ浅見先生のこの頃はまあそうでもないかもしれませんけど、
今のご時世で仕事をするっていうのは、まあ、ほとんどデスクワークの場合はパソコンを見るということなんですね。なんか肉体労働をするっていう人はもうあんまりいないです。で、仕事をしてない日は楽なんですっていうのを聞いた時に、仕事の内容を聞いて、ああもう朝からずっとパソコンやってますって言ったら、まず8割9割で眼精疲労の治療も第一選択肢として、行います。で、逆にですね、眼精疲労を起こしてない時には症状出てない人って結構いるんですね。ですから、そういう、これ眼精疲労かなっていう患者さんの、受付の場合はですね、夕方来ていただくと、夕方というのは一番終わりの時間帯にですね、朝一番に来られると、朝一番って仕事せずに来ますから眼精疲労起こしてないんですね。それとか土曜日とか日曜日とかですね、月曜日の朝一なんか言ったら、もうそれは眼精疲労の症状全く出てない可能性がありますから、眼精疲労を起こした状態で治療に来ていただいて、その眼精疲労が何をやったら良くなって、例えば頭痛とか胃の痛みとかが治るかというのを、そこで検証してみる必要があるわけですね。そのためには眼精疲労軽くでいいですから起こしてもらっておかないと、よくわからないんですね。なんで治ったかわからないですね。症例7ですね、横山さん48歳、左目の飛蚊症、地面が揺れる左の視野が減退したと。視野として、7時の場所がオレンジ色に見える。3日前より発病して物がチラチラ見えて、左右の肩こりがあってめまいはない、頭痛がちょっとします。長い間乱視に気がつかずに眼鏡を着用していない。血圧は140-90で周りが揺れるので気分が悪いという。左右の飛蚊症がプラス、左目がうまく見えない。で、眼精疲労の治療をして左右の H5F5 終わると頭痛がマイナスなくなったんですね。目が少しすっきりする。チラチラも軽くなる。左側の頭、の視力をした、私の場合もほとんど両方やります。左右やります。どうしてもっていう時には片方だけっていう、そういえば 2,3 日前の患者さんは右だけやりましたですね。右だけやったら楽になって、こう起こしてみてどうですかって言ったら、それでバランスが取れるんだったら片方だけの方がいいです。でも大にして大体両方眼精疲労の場合は起こしていることありますので、両方ということも多いにあります。6月の20日久しぶりに LINE して、この間某大学の眼科で治療を受けるが良くならないので当院へ再び来ると。大学の眼科の治療で良くならないので逆に悪くなったという、見えにくくなったと。で、眼精疲労の治療をして左右の H5F の清潔視力をすると。それから左側の後頭部の視力をする。終わると左目が明るくなって色が薄くなると。34回治療して地面の色が取れ、歩行しても危険でなくなる。左目の着色部が消失、歩くのが楽しくなったと。もう飛蚊症も治って併用して、90% 回復すると。で、視野検査やなんかは鍼灸治療院ではできませんので、眼科に行ってその視野検査やなんかやってもらった方がいいかもしれません。もうですね、脳出血の患者さんで、この上の方の視野が欠損している患者さんがいらっしゃったんですね。それはもう病院に行って2箇所病院に行って、創業病院と眼科と行って、その視野欠損をちゃんともう測ってもらって、でうちに来て、でこの治療をやって、特に後頭部が効いたんですね。後頭部の極中の視力をやった後に、この壁に貼ってあるのをこう見てもらったら、ここの欠損があれないっていう風だったんですね。たった1回ですよ。でその患者さんはその翌日か翌日ぐらいに病院に行ってもう一回検査してもらったんですね。そうするとこの視野の欠損部がほとんどもう正常になってたんですね。でこれで車の免許を取れる、また更新ができるって言って喜ばれました。総括、眼精疲労の原因としては、更年期に老眼の自覚症状に気がつかず眼鏡を用いていない。だから眼鏡かけてないっていうのも危ないですよね。例えば視力が 0.6 とか 0.5 っていう人が車の運転するっていうのは眼鏡いらないわけですよね。 0.67 ぐらいだったらですね。でもこうやってこう見ながら車の運転してるわけですよね。こうやって見て運転してるっていうのは疲れるわけですよね。それが眼精疲労ですから。で眼鏡かければこう
リラックスしてこうやって運転できるわけですから、その違いは大きいですよね。メガネが適正でもフレームの変形、レンズの傷に気がつかない。まずフレームですね。このメガネのフレームっていうのは、非常に顔の大きさとこの横幅とそれから目ん玉の位置、この瞳孔の位置とこの目のレンズの真ん中が合ってなきゃいけないんですね。でこれ宮下先生は機械にパッとかけるとこのレンズの中心点っていうのが出てきますので、そこにマジックでちょんちょんと印をつけて、で眼鏡をかけていただいて、でちょうど真ん中にこう当たってるかどうかをこう測るんですね。と結構な確率でずれてるんです。ずれてるっていうのはこのレンズの端っこが近いところで見てるということですね。で眼鏡のレンズっていうのは端っこに行けば行くほど歪みが大きいですから、眼精疲労をものすごく起こしやすいんですね。でまずフレームの選び方、ちょっと前にあの韓国ドラマかなんかあった時はもう細いメガネが流行ったりしましたよね。で細くてなんか横幅が広かったりするんですね。まあ、あの顔目ん玉の割にこう広いあのフレームっていうのはもうどうやったってその中心点がずれます。だから患者さんこう見て なんかこうメガネこれ大きいんじゃないかなと思ったら、まあそれができるメガネ屋さんがまた少ないんですよね。例えば今フレームってどういう感覚で選んでるかっていうと、もうファッションなんですよね。でお客さんがフレームちょっとかけて、まあお似合いですよってこういうわけですね。似合ってるかどうかじゃないんですよ。あの幅とか鼻とか耳とかそれに適合してるかということなんですよね。まあなかなか難しいんですけど、まあいいメガネ屋さんを、鍼灸師はいいメガネ屋さんとタッグを組んでコラボした仕事をした方がいいんです。私も宮下先生捕まえましたけど、あの結構どこでもいい、ちゃんとこういいメガネ屋さんいると思いますので調べてみてください。メガネおよびコンタクトが適正に使用されていない、で白内障、緑内障、飛蚊症が、眼瞼結膜のアレルギー反応、まあ、結膜炎ですね。目の使いすぎ、今この目の使いすぎも多いですね。もうこうスマホでさあ一日中なんかこうやってるってもうあらま目の使いすぎですよね。症状としては頭痛、後頭部痛、首肩のこり、上腕のしびれ、胃炎、胃の痛みですね。それからさっき言ったあのやる気がなくなったりとか、なんかあもうどうでもいいやとかですね、そんなこと言って病院に行くと、あの診療内科に紹介されてうつ病だって診断された方何人かいらっしゃいます。でうつ病の薬飲んでるんですけど、あの眼精疲労治療して適正な眼鏡かけたらもうそれで良くなったっていう例が何かありますので、今日の患者さんもそれっぽかったですね。治療は眼精疲労の電気針ですけど、眼精疲労の鉛筆貼ったりそこから白くしたりアルミ玉貼ったりハペパッチ貼ったり、ピザも貼ったり、まあ何でもいいです。あのいわゆる自分でこうやって押さえてもらうだけでもいいんですよ。この目の周りの、動視量ね、視区とか言って太陽、余白、生命三色とか言ってこう押さえるんです。で軽く押さえているだけで、あの軽く押さえるとあなんか気持ちいいな、楽になったなって、それを探してください。で押さえるのはグリグリ押さえたらダメです。どのくらいの押さえ方かっていうと、赤ちゃんのほっぺをこう触るぐらいですね。あのゆで卵がちょっと引っ込むぐらい、そのくらいの圧力でこうやって押さえておくんですね。そしたら結構これでも楽になります。目がスーッと楽になって、あのお疲れになってる場合は自分でこうやって軽く触ってこう押さえてみてください。これあの私が押さえるよりもですね、一番いいのは、綺麗な女の人か、もっといいのは赤ちゃんですよね。ちっちゃな赤ちゃん、あのちっちゃな赤ちゃんがこう抱っこするともうこうやってこうなんかこうおばあちゃんみたいな感じでこう掴んできますよね。あれはものすごく気持ちがいいんですよね。おばあちゃんってこう掴んでこう、何何ってこう、この赤ちゃんの指っていうのはもう本当治療器具と一緒ですから、パッとこう触ってもらうといいんですよね。上手に赤ちゃんに利用してください。そのためにはこう抱っこしておんぶして、こぼりしてあげると、お母さんも喜びますからね。ということですね。でこうあの
表録がこうありますけど、眼性疲労を起こすとストレスによって交感神経の異常緊張とあります。で、眼性疲労を起こしますと交感神経の興奮した症状がいろいろこう出てきますから、なんか交感神経の興奮あるなって言って、年齢が40何歳で、いろいろ注意したけど治らないと、患者さんの中でも胃が痛くてこういつもこうやって触っててお腹めくってみたらマザになってるんですね。で、それ眼性疲労の治療しただけで一発で取れたっていう例もあります。ということで、眼性疲労必ずこれは皆さんもご自身の、体験も出てくるかもしれません。ご家族の体験も出てくるかもしれません。非常にこの整形治療、鍼灸治療の中でも絶対に覚えておいた方がいい治療法です。やってみてください。